はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。クラウドファンディングをして約129枚集めて、キングコム西野亮廣さんの講演会を主催したり、クラウド会計を導入したり、YouTube をしたり、オンラインサロンを運営したりしている個人事業専門の税理士川南と言います。本日もよろしくお願いします。今日の動画はですね、家賃支援給付金のについて、例外の事例を紹介したいと思います。はい。例外事例ですね、を紹介します。では画面を切り替えます。では家賃支援給付金の例外事例について紹介していきます。では例外事例ってどういうものかと言いますと、まず一つ目が確定申告書がない人。次に新規開業の人は該当するのかどうか。あと契約書の例外についてですね、引っ越しや契約書がない場合はどうすればいいですか。あと、家賃の免除や猶予のケースを受けている場合は、家賃支援給付金該当しますか？あと、よくある Q&A を最後に説明して、本日の動画の内容とさせていただきます。このような流れでいきますので、よろしくお願いします。じゃあ、まずね、この家賃支援給付金っていうのについて少しざっくりと、もう一回おさらいをしたいと思います。こちらの方はね、前回の動画で、基本的なことは喋っておりますので、ぜひそちらの方もご覧ください。給付金というのはそもそもね、コロナの影響で、まあ、地代や家賃のね、賃料を軽減する給付金になります。資本金10億円未満の中堅企業や中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が支給の対象者となります。そして5月から12月の売上高について判断をします。1ヶ月で同年同月比が 50% 以上ダウンしている、または連続する3ヶ月の合計の同年同月比が 30% 以上ダウンしていることが該当する要件になります。そして自らの、まあ、ビジネスのために占有する、まあ、ビジネスのために使っている土地や建物の賃料の支払い部分をサポート、まあ、支給しますよ、軽減して、ですね、で給付額については法人は最大600万円、個人事業については最大300万円を一括支給ということになっております。計算方法についてなどは、ね、前回の動画で紹介してあります。そちらの方でご確認ください。でこの家賃支援給付金を、申請するために、ね、必要な書類がこのようなものがいります。確定申告書、控え、青色申告計算書、受信通知、売上台帳、あと本人の、ね、本人確認の書類とプラス賃貸借契約書を写し、その家賃の、ね、支払いを証明する書類が必要になるんですけど、それの、ね、ものが、ね、この今挙げたものがない例外のパターンなどはどうすればいいんですかっていうのが今回の動画の内容となっています。で例外パターンというのがどういうものかといいますと、先ほどのちょっと目次を持ってきますね。まず一つ目ですね。確定申告書がない人はどうすればいいですか。これはですね、2019年の確定申告書の提出義務がない人ですね。なかった人はどの書類を、ね、代わりに出せばいいのですかと言いますと、こちらですね、2019年の確定申告書ではなく、他の書類を持って算定を行う。まあ、例外パターンがあって認められていますよということで、その書類が何かというと、この市町村民税、都道府県民税の申告書類を出していただければ、今回の家賃支援給付金は該当する。OK ですよと。で、こちらがどういう書類かっていうと、こういう感じですね。ちょっと大きくすると。ここに数字が入っております。で、必ずこれは、受領員のね、日付が入っているものを提出してください。じゃあ、一つ目の今、例が終わったので、確定申告書がない人は次、新規開業の人はどうする、該当しますか、どうすればいいですかっていう話をしたいと思います。新規開業の場合はですね、こちらですね。このように計算をすればいいですよということになっております。例えばですけど、2019年の10月に開業した場合、2019年途中からですね、開業した場合ですね、3ヶ月営業しています。その場合、50万、50万、80万で、2019年の売上の合計が180万円だと。そうすると、割る3をして平均を出します。月平均の売上が60万ですよと。そして、2020年の売上、6月の売上と比較すると、2019年の平均の売上に対して 50% 以上減ってます。これだと新規開業の方も OK になります。2019年に丸々1年ビジネスをしていなかったとしても、この平均を出すことで、今回の家賃支援給付金に該当しますよということで、例外で OK になります。はい。で、一つ気をつけていけない、のは、この新規開業の特例を使う方はですね、こちらの書類がもう一つプラスアルファ必要になります。何を出すかと言いますと、この個人事業の開業届ですね。税務署に提出しているこの個人事業の開業届というものを出す必要があります。注意点としましては、これですね、税務署の
受領印が押されていることで、提出の提出日が2020年の4月以前であることですね。基本的に開業届というのは開業して2ヶ月以内に出すというのが原則ですので、4月1日以降であると提出が遅いよということで、今回は該当しません。そして今回はこちら、廃業日、開業日等が2019年の12月31日以前であることですね。これは2020年に入って開業した方は今回は該当しない方になりますので、2019年の12月30日までに開業している人が該当となることになりますので、必ず開業届は必要になりますので、必ず2019年に開業した方はこちらの書類と先ほどの、ね、算定方法を参考にしていただいて、こちらの開業届を忘れないように提出してください。はい。で、次の例外ですけど、こちらですね。契約書の例外ですね。ちょっと名義違いは今回やめておいて、引っ越しした場合と契約書がない場合はどうすればいいですかってことですね。引っ越しした場合はですね、契約書がですね、2通あることになると思うんです。前の事務所の、まあ、お店の賃貸契約書で、途中で、今日途中で新しいところに、ね、店舗を移転した場合っていうのは、前の契約書と今回新しく借りている契約書の2つを合わせて出せば、今回の家賃支援給付は OK ですよと、例外で OK にしますというふうになってます。だから引っ越しをしていても大丈夫です。引っ越しして途中でね、変わってるから、賃料が変わってるし、場所も変わってるし、該当しないのかなと思った方大丈夫ですので安心してください。はい。で、あと次、契約書がないパターンですね。契約書がちょっとないパターンという方ももしかしたらいるかもしれないですね。まあ、ほとんどの方あると思うんですけど、もしない場合でも、大丈夫ですよということで、こちらの書類が家賃支援給付金のホームページのところに落ちているんですけど、契約書がない場合はこちらの書類を作って提出していただければ、今回該当するに丸にしますと、該当しますよと。だから契約書がもしないんですっていう方でも、こちらの、ちょっと大きくしようかな、こちらの契約書の証明書を作っていただければセーフ、 OK ですよっていうことですね。はい。だから契約書がない場合でも大丈夫です。最後ですね、これですね、家賃の免除や猶予をされている場合はどうなるんですか。ね、コロナの影響でちょっと家賃が滞って、ね、いるんですとか、免除してもらえませんかっていうのを親さんとね、話をつけていて、免除している場合は今回のこの家賃支援給付金もらえないんですかっていうと、そうではなくて、条件があるんですけども、この申請から1ヶ月以内に1月分を支払ってるっていうことが必要なんですけども、もし免除を受けていても、申請日の3ヶ月前の期間に、まあね、貸してる人から免除を受けていても、まあ、とりあえず待ってあげるよとかいいよって言った場合でも、1月以内に1ヶ月分を家賃を支払っていれば、今回の給付金は該当するという、例外で該当するということになります。で、その場合に、やっぱりね、きちんと、家賃を支払っているよっていう証拠がやっぱ必要になりますので、こちらの通帳の表紙と、日付、支払い日、支払い金額、まあ、どこどこ不動産に、ね、いくら払ってますって分かるとページをコピーしていただいて、印を打って提出書類、添付書類として追加して出してください。はい。これも必ず出すようにお願いします。じゃあ最後にね、よくある質問をいきたいと思います。こちらよくある質問っていうのが出てるんですけども、こちらですね、まあ、全部じゃなくてね、紹介していくつか抜粋したいと思います。2番ですね、どのようなタイミングで給付金は申請できますかと言いますと、この売上減少付きの翌月から2020年の1月15日の間でしたら、いつでも申請ができますと。ですので、締め切りは2021年の1月15日までなんだなということを覚えておいてください。はい。あと、こちら。これ、皆さん気になっているんじゃないでしょうか。個人事業の自宅兼事務所の家賃というのは対象ですか、どうなんですかという質問ですね。こちらは対象に一応なります。対象ですが、というね、前置きあります。ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用いる部分に限りますと書いてあります。これがね、なんかどういう意味っていう方いらっしゃると思うんですが、これは確定申告書に経費として挙げている部分の金額のみが該当しますよということです。まあ、確定申告書でね、経費で家賃で上げてる場合って、そもそももともとこの自宅部分っていうのは上げてないはずなんです。なので、自分のビジネスとして使う事務所の分の家賃ののみが確定申告書において経費として家賃支払いってね、経費として計上されてますよねって、その部分でしたら、限れば OK ですということに、今回のものに該当しますということになります。
ですので、もし個人事業でね、自宅兼事務所の方はこちら対象になる場合があるということで申請をしてみればいいと思います。あとこちら、こちらですね、駐車場や資材置き場として事業に用いている土地の賃料というのは対象ですかってですね、家賃じゃないんですけどいいですかって言うんですけど、この駐車場をね借りている、資材置き場として借りている、まあ、ビジネスで使っているということで、こちらも対象になりますので、もしかしてね、なんか家賃じゃないし違うのかなと思っている人はこちら大丈夫です。申請するようにしてください。あとこちら、管理費や教育費も賃料の範囲に含まれますかとあります。こちらも一定の場合は含まれます。じゃあどういうもの場合かと言いますと、賃貸契約書において賃料と一体的に取り扱われている場合は OK ということになりますので、もしね、自分の場合はどうなのこれ一体に取り扱われているのかどうかという方は、ちょっと事務局の方に確認していただいて OK ですよって言われたら、 ね、もちろん含めて試験金の申請してください。これ含めるのとは含まないのと金額が変わりますので、入る場合は必ず入れた方がお得になります。はい、じゃあこちらですね、家賃支援給付金については申請方法がウェブ申請がありまして、これは7月14日からすでにスタートしております。はい、であとサポート解除もありまして、ウェブ申請が難しいなっていう方はこちら順次解説してあります。こちらはホームページの方にどこのねサポート解除があるかっていうのを見れば調べられますし、オンラインで予約もできるので、ぜひ家賃支援給付金のホームページご覧ください。あとで概要欄にも URL を貼っておきます。あと相談ダイヤルとして電話が 0120-653-9308 時半から1時半まで開設してあります。はい、今日の動画はじゃあ以上になりますけども、やっぱりねこの家賃支援給付金ってね、他の方にもねこんなあるんですけど該当するんじゃないですかどうですかって言ったところ、やはりホームページ見ても 何が該当してないのか全然わからないっていうあったので、やっぱこの資料がね分厚かったりするので、それを全部目通すのがね難しいんだよねっていう方がやっぱ多いと思うので、こういう動画とか、まあ、他のね税理士の先生とかも動画でね発表してますし、自分に合う分かりやすいなと思うものをぜひ見ていただいて、しっかり調べて、もし給付金該当するんだったら申請した方がいいなというふうに思いますので、ぜひぜひもし該当する方はね、こちらの方も持続化給付金とともに両方使って申請の方をするといいなと思っております。はい、では今日の動画は以上になります。いつもね見てくださってる方本当にありがとうございます。最後までね見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録もちろんお待ちしてます。はい、あと高評価ボタンのグッドボタンもぜひぜひお願いします。あとオンラインサロンも紹介しようかな。オンラインサロン私運営してるんですけども、オンラインサロンではオンライン上で税理士を雇うということで、オンラインでFacebook の非公開グループ、完全会員制の非公開グループで運営してるんですけど、そちらの方で、私に対してこう税金や経理の相談とかが無料でね、月会費制で何でも聞き放題というね、あと私が平日毎日税金や経理やビジネスに役立つ情報の投稿をしておりますので、ぜひ、本日の動画の URL とオンラインサロンの URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックの方お願いします。はい。じゃあ今日はこちら以上になります。またぜひぜひ次の動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またねー。